富士市の東海電子。20年前からアルコール検知器の開発・製造を行っています。今年の1月ぐらいでしょうかね、まあ、急にこう引き合いが増えておりまして、でそうですね、まあ、ちょっと 倍まではいかないというような感じでしょうか、まあ、でも普段よりはやはり多くお問い合わせをいただいておりまして、来月1日に改正道路交通法が施行されることを受け、年明けから問い合わせが急増し、工場をフル稼働させています。法改正のきっかけは去年6月千葉県で飲酒運転のトラックが小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡した事件です。このトラックがアルコールチェックの対象外だったため、これまでタクシーやトラックなどの運輸業界のみで行われてきた運転前後のアルコールチェックを、一定台数の車を所有する事業所でも義務化することにしました。対象となるのは定員11人以上の車を1台以上使っているか、その他の車を5台以上所有している事業所。社員が車有車を運転する前後に責任者が目視で飲酒していないかどうか確認する必要があり、さらにその記録を1年間保管しなければなりません。東海電子ではこんな検知器も開発しました。社員番号などを入力し、こちらの検知器に息を吹きかけると自動で結果が記録・保管できます。意外に皆さんアルコール検知器の使い方ですとか、まあ、技術的な面っていうのをあまりご存じなくて、しっかりと道交法改正で使うものですから、正しい測定とか、性能というところをしっかりお伝えしたいと。一方、対象となる事業者側も対応に追われています。静岡市に本社を置く共立電機、グループ会社も含めおよそ300台の車有車を所有しています。現場の負担があまり大きくならないかとか、まあ、そんなところは非常に気にしているという状況ですね。こちらではこれまで二日酔いをしていそうな社員にのみ注意を呼びかけた上で検知器でのチェックをしていたといいます。来月からは運転日誌のシステムに飲酒チェックの項目を加えました。しかし出張先でのチェックの確認が難しいなど課題も多いといいます。社員というかね、皆にきちんとした対応ができるような啓蒙というか、まあ、周知を中心にやっていて、万が一にもそんな飲酒運転がね発生しないように気を引き締めてやっていかなくちゃいけないなというふうには感じています。去年県内では飲酒運転による事故は59件発生していて、1人が死亡しています。飲酒運転はですね、アルコールの影響によって正常な運転はできない恐れがある、そういうのに結びつく危険なものとなりますので、皆さんが飲酒運転をしない、飲酒運転を根絶すると意識を持ってですね、酒気帯び確認を確実にやっていただいて、交通安全に努めていただければと思います。